皆さんこんばんは。さあ始まりましたマインクラフトということでね、今日も頑張ってやっていきましょう。本日マインクラフト 1.20 アップデートが来ました。今映ってる背景にもわかるように桜バイオーム来ましたね。ということで今回は生まれてすぐ村と桜があるシード地をご紹介したいと思います。今回は Java 版4つ、統合版4つ紹介しますので、近くの生成物は見に行ったりせずにサクッとシード地紹介していきたいと思います。ということで早速やっていきましょう。まずは Java 版です。はい、生まれました。もう目の前に桜があるんだけど、上に上がって見てみると桜よりももっと進んだところに村があります。ぐるっと見てみると、ここは山の上で、向こうの方は森が続いていたりとか、こっちは雪山が続いてるね。じゃあ早速見に行ってみよう。桜バイオームを通り過ぎていくと、山の上だから一回川の方に降りないといけないのがちょっとめんどくさいけど、まっすぐ進んでいくと、はい、村に到着です。教会が3つある村だね。村の地形自体はあんまり良くないんだけど、ちゃんと村人もいるし、教会も3つあって、ちょっと直したりすれば全然使えるのかなと思います。ここに家が建ってるんだけど、この下が穴が開いちゃってて、こう裂け目みたいになってるので、ここだけちょっとどうにかしないといけないかな。あとはこの辺に大きな洞窟があったりもしてます。村の形はちょっと複雑だけど、桜もあって雪山もあったりして、いろいろ楽しめるシード地なんじゃないかなと思います。ということで一つ目はこんな感じのシード地でした。サクサク行きましょう。はい、生まれました。2つ目は森の中に生まれるんだけど、上の方に上がって見てみると結構森が続いてるね。ぐるっと見ていっても、白樺の森と、向こうの方はダークオークかな、この辺も白樺とオークが続いていて、あそこに村があります。桜は村の向こう側、行ってみよう。はい、到着しました。村はこんな感じ。桜が向こうの方に見えてるね。ここの村はというと、ちょっと大きな穴が開いたりしてるけど、鍛冶屋さんがあって、チェストの中に鉄のチェストプレートとレギンスと剣が入ってます。ここもちょっと段差にはなってるんだけど、とりあえずこの上の方だけ使うとか、逆に段差の上の方だから工夫したらゾンビとかも入ってきにくいし、使い方によってはうまく使えるんじゃないかなと思います。向こうの方には高い山が見えてたりもしてて、ロケーションも結構いいね。あとはオークの木と白樺の木と、向こうの方にアカシアの木、あとここには桜の木があって、建築の幅もなかなか広がりそうだね。はい、ということで2つ目のシード地はこんな感じのシード地でした。じゃあ3つ目いこう。はい、生まれました。森の中だね。上の方に上がって見てみると、白樺とダークオークの木があって、ぐるっと見ていくと平原、桜があります。その向こうに村があるね。こっちの方も桜なのかな。じゃあ早速見に行ってみよう。ちょっと山になってるんだけど、この桜の山を越えていって降りたところに村があります。もうこの山の上の方から村が始まってるのかな。はい、村はこんな感じです。この村も若干段差はあるんだけど、穴は開いてないからまだそこは良かったね。で、川を挟んだ感じの村になっていて、教会が2つ、あとここに鍛冶屋さんもあります。鍛冶屋さんのチェストにはチェストプレート、ヘルメット、ツルハシが入っています。ここの村は本当にすぐそこに桜の木が生えていて、で、こっちをぐるっと見てみると、向こうの方も結構ずっと桜が続いている感じなので、桜が成長するのを待たずに桜の木を大量にゲットできそうだね。はい、ということで3つ目のシード地はこんな感じのシード地でした。じゃあ4つ目行ってみましょう。はい、生まれました。森の中だね。白樺とオークの木があって、向こうの方はジャングルになってるのかな。で、ぐるっと見ていくとアカシアの木があって、向こうの方にサバンナの村が見えます。で、あれじゃなくって、ぐるっと見ていくとこの山の上に桜の木があります。ここに村があるね。反対の方は海が続いている感じなのかな。じゃあ、あの桜を見に行ってみよう。はい、到着しました。もうここは桜村と言っていい、桜のバイオームに村が食い込んでる感じになっています。この桜の木と村の反対側が盆地みたいになってるから、ここを新たな町として作っていったりしても面白いかもね。で、村はというと、ここの村もちょっとガタガタはしているんだけど、なんといっても自然生成の桜の床が村の床
間になっているっていうのもなかなかいいよね。村の中を普通に歩いているだけで桜の花びらが散っています。桜と村が一体化してるシード地ってなかなか探しても出てこなかったので、ここの村は貴重なんじゃないかなと思います。じゃあ次行ってみよう。はい、生まれました。ここからは統合版です。もう目の前に村があって、向こうの方には白樺とオークがあるのかな。で、周りをぐるっと見ていくと、こっちは海が続いてるね。で、あとは森と平原かな。で、桜があそこにあります。今回は村は近いんだけど、桜はちょっとだけ遠い。じゃあまず村を見に行こう。まず村はこんな感じです。ここの村は多少段差はあるものの、そんなに激しい段差っていう感じでもないし、村自体が結構小さいので囲いやすいんじゃないかなと思います。一応この辺まで村になっていて、水の上にも家が建っています。じゃあ桜を見に行ってみよう。はい、ありました。ここね、桜の木2本しかないんだよね。2本だけ桜の木があって、切れば桜の木の苗が落ちてくると思うので、増やすことはできると思う。あと村がもう一つここにあります。こっちの村は結構大きくて、教会があったり、あと司書もいるね。こっちの村もそこまで段差ひどいってわけじゃないから、まあまあ使いやすいんじゃないかな。今サバイバルで2本あった木を切ってみたんだけど、2本切っただけでも苗木が18個も落ちてきてる。あの辺に浮いてたりとか、まだまだ落ちてきたりとかしてるので、桜の木を増やすっていうのは割と簡単にできそうだね。はい、5つ目はこんな感じのシード地でした。じゃあ次行ってみましょう。はい、生まれました。白樺の木とオークの木があって、あそこに村が見えてるね。で、ぐるっと周りを見ていくと、すぐそこに桜の木があります。結構桜広がってる感じだね。そして逆の雪山の方にも村があります。で、雪山の方からさらにぐるっと見ていくと、ここにも村があります。村が3つある。じゃあ桜の近くの村を見に行ってみよう。はい、到着しました。村はこんな感じです。近くに荒れ果てたポータルがあるから、宝箱も一つあるし、桜の見える景色がいいね。村の中はというと、若干段差はあるものの、穴がすごい開いてるとかそういう感じでもないので、結構平ら、割と平らで使いやすいんじゃないかなと思います。村の中には教会があって、牛が飼われてるね。ここの村まで来たら見えるんだけど、この村からぐるっと逆を向いてみると、向こうの方にも村が見えます。結構村がたくさんあるシード地。はい、ということで6つ目はこんな感じのシード地でした。じゃあ次行ってみよう。はい、生まれました。白樺の木とオークの木があって、上の方に上がってみると、向こうの方は海なのかな。で、ぐるっと見ていくと、こっちの方は雪だね。あとは森と平原が続いていて、あそこに村が見えます。じゃあ村の方に行ってみよう。はい、村に到着しました。村の奥に桜があるね。村の横には荒れ果てたポータルがあって、ここの村はここに大きな穴が開いちゃってるんだけど、ここさえどうにかしてしまえば、割と平らで囲いやすくて使いやすい村なんじゃないかなと思います。建築したりするのにも良さそうだね。そして村の向こう側の山は結構壮大な桜バイオームになっていて、こっちの山もだし、こっちの山もだし、あと向こうの山もちょっとだけ桜になってるね。すごい分かりにくいんだけど、遠くの方にアカシアの村が見えます。ここは土地も割と平らだし、桜の木もたくさんあるし、使いやすくていいんじゃないかなと思います。じゃあ最後行ってみよう。はい、生まれました。ちょっと上がってみると、もう桜の木が見えてるね。桜の山って感じになってる。で、あそこに村があります。ぐるっと見渡してみると、平原と白樺とオークの森と、向こうの方がタイガかな。で、ここにも小さな村があって、雪山もあったりしてます。すごい壮大な桜の山。じゃあ村に行ってみよう。めちゃめちゃ綺麗だね、ここ。はい、村に到着しました。村は結構大きくて、すぐそこが村のすぐそこが桜の山って感じになっていて、こっちだけじゃなくて、こっちの方も桜が続いてるみたい。村の中はというと、ちょっと段差はあるものの、全然使えないっていう感じではなさそうかな。教会があって、動物が飼われてたりしてるね。向こうの方に前哨基地があるから、あそこだけちょっと気をつけないとね。あと、ここがちょっと段差になっちゃってるので、
こういうのは改良した方がいいのかもね。この辺はお花畑になってて、向こうの方も桜で、ここもずっと桜が続いてて、かなりロケーションのいい場所なんじゃないかなと思います。はい、ということで最後はこんな感じのシード地でした。いかがでしたでしょうか。 1.20 のバージョンアップが来たということで、目玉でもある桜バイオームですぐに遊びたい人も多いかなと思って探したんですけど、意外と村と桜が近くにあるシード地ってなくって、探すのも大変だと思うので、ぜひ気に入ったシード地があった方は使ってみてください。ということで、よろしければぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。他にも動画たくさん上げてますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。